ねえ、マリサ、どうしたんだ、霊夢？何か脳を使うようなことってないかしら？急にどうしたんだ？私最近、暇さえあれば SNS を見たり、YouTube を見たりしちゃうのよ。息抜きになっていいんだけど、なんだか受け身になっちゃって、脳が退化している気がするのよ。なるほど。じゃあ能力を試すクイズなんてどうだ？お、クイズ、いいわね。95% の人が答えられない難問と、95% の人が勘違いしてしまう問題を出題するぜ。様々なジャンルの問題を出すから、難問できるかチャレンジしてみてくれ。視聴者の皆さん、私と勝負よ。サムネの問題も、動画の後半に登場するぞ。じゃあ今回の動画では、あなたの能力を試す9つのクイズ、について話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。1問目はウォーミングアップとして、簡単だが 95% の人が勘違いして間違えてしまう問題を出題するぞ。オッケー。ボールペンと消しゴムの値段は合わせて110円。ボールペンは消しゴムより100円高い。では、消しゴムの値段は？え、それだけ？私だってこれくらいは計算できるわ。答えは10円よ。正解だ。え、どうして？多分ほとんどの人が、霊夢と同じように10円だと思ったんじゃないか？もし霊夢が答えたように、消しゴムが10円だとしたら、消しゴムより100円高いボールペンの値段は110円になる。2つを合計すると120円になってしまいます。あ、本当だ。これは式にして考えるとわかりやすいぜ。消しゴムプラス消しゴムプラス100、イコール110。消しゴムを X とすれば、中学1年生で習う代入の問題だな。代入、懐かしいわ。式に当てはまるのは消しゴムイコール5、のみだ。つまり、答えは、消しゴムイコール5円、ボールペンイコール105円だ。中1で習う、簡単な問題だったのに、すっかり勘違いしちゃったわ。2問目は推理問題だ。これが解けたら FBI 捜査官になれるかもしれないぞ。何それかっこいい、絶対正解するわ。男女のカップルが、お昼ご飯を食べにレストランに行った。その日は暑く、食事が出てくるまでの間に、女性はキンキンに冷えた氷入りのコーラを、5杯頼んだ。女性は飲み物が出てくるや否や4杯のコーラを一気に飲み尽くし、男性は1杯だけ時間をかけてゆっくり飲んでいた。すると、徐々に男性は具合が悪くなり、ついには死んでしまった。警察によると、男性のものだけでなく、すべてのコーラに毒が入っていたそうだ。なぜ男性だけが死んで、女性は生きているのか？これが問題だ。なるほど、一気飲みってとこがポイントね。炭酸のコーラを4杯も一気飲みするなんて、ただごとじゃないもの。お、いい線いってるぞ。では霊夢、制限時間10秒で挑戦だ。視聴者のみんなも動画を止めてゆっくり考えてみてくれ。うーん。わかった。女性はコーラを一気飲みすることで、毒を流したのよ。それだけ急いで飲めば、全部おしっこに出ちゃいそうじゃない？途中まではいい線だったが、残念ながら外れだ。違ったか。答えは何なの？正解は、毒は氷の中に入っており、女性は氷が溶けて毒物がコーラに溶け出す前に、コーラを飲み終えたからだ。あ、コナンでこんなトリックあったかも。私知ってたのに。さすがコナン君、FBI 捜査官と渡り合っているだけあるな。解けたら私も FBI 捜査官になれたかもしれないのに。ぐぬぬ。3問目は蚊取り線香を使った問題だ。ここに1時間で燃え尽きる蚊取り線香がある。この蚊取り線香を使って、45分を測るにはどうしたらいいか？蚊取り線香は何個使ってもいいぞ。終わりだ。1時間ってことは60分よね。うん。あ、蚊取り線香の内側と外側から、同時に火をつけたら？そしたら30分で燃え尽きるよね。お、霊夢。いい感じだぞ。これで60分と30分は測れるね。45分を測りたいから、なんとかして15分を測れないかな。あ、わかったかも。まず蚊取り線香を2つ用意するでしょ。左の蚊取り線香は普通に片側だけに火をつけて、右の蚊取り線香は両側から火をつける。30分後には右の蚊取り線香が燃え尽きて、左の蚊取り線香が半分残るでしょ。そのまま燃えると、残った蚊取り線香は30分で燃え尽きるけど、そこで、もう片側にも火をつける。そうすれば、30分の半分の15分で燃え尽きるから、30足す15分で合計45分になるわ。すごいぞ霊夢、正解だ。やったー。蚊取り線香に両側から火をつける、という発想にたどり着いたのが素晴らしかったぜ。この調子で次も頑張るわ。4問目は、4人の囚人だ。ある国の王様が4人の囚人を集めて、このゲームに勝てば釈放し、間違えればその場で処刑する。
といい、あるゲームを行った。命がけのゲームね。絶対間違えられないわ。ゲームは単純なものだ。帽子をかぶせた囚人を、図のように立たせ、自分のかぶっている帽子は何色か当てろ、というものだ。ルールは3つ。1、4人のうち、黒色の帽子が2人、白色の帽子が2人である。2、自分の前にいる人を見ることができるが、自分の後ろにいる人を見ることはできない。3、壁の向こう側はお互いに見えない。この状態で帽子の色を当てられたのは、どの囚人か?という問題だ。なるほど。みんなも一緒に考えてみよう。ふむふむ。わかるか。まずシート D は無理よね。前に誰もいないから、ヒントがゼロだもん。答えようがないわ。そうだな。残るは A か B ね。パッと見は、A が有利じゃない?A だけが B と C、二人の帽子の色を見れるんだもん。有利そうに見えるよな。あ、でもダメか。前の二人が白と黒だから、自分も白か黒どちらかってことになるから、A は自分がどちらか絞り込めないわ。でも、B も無理じゃない?前には黒一人しかいないから、自分がどちらか絞り込めないわ。え、これは誰も正解できないんじゃない?まさか王様、最初から全員を処刑するために、解けない問題を出したの?この問題にはもちろん正解がある。霊夢も、いいところまで考えられてたぜ。答えは D だ。え、どうしてそうなるの?実際このゲームをしていた囚人たちは、しばらくの間、誰も答えられなかったんだ。そうよね、答えようがないわ。しばらくして、B はあることに気がついた。A は B と C、二人を見ることができるのだから。もし二人が同じ色の帽子なら、消去法で自分の帽子の色をすぐに答えるはずなんだ。例えば、B と C が二人とも黒い帽子なら、A は白い帽子になるだろ?確かにそうね。つまり、A が答えないということは、B と C の帽子の色はバラバラということになる。B の前にいる C の帽子は黒だから、B 自身は白の帽子ということになるんだ。なるほど。だから正解は B なのね。不可能な問題に見えたけど、そこから一歩先を考えるのが重要ね。そうだな。次の問題も諦めずにチャレンジしてみよう。5問目は、図形を使った問題だ。問題はシンプルだ。この図形に2本の直線を追加して、三角形を10個作ってくれ。10個も?今1個しかないのに、本当に10個もできるのかな?チャレンジしてみてくれ。難しいな。まずはここかな。次は、ここ。ダメだ、三角は増えたけど、10個なんてとても無理よ。ヒントは、左右対称に、V 字型に線を入れるんだ。左右対称に、V 字?全然わからないわ。じゃあ大ヒントだ。線を2本入れると、この図形は星型になる。星型?あ、わかった。こう?素晴らしい、正解だ。やったー。でもちょっと待って。これじゃあ三角は10個もないんじゃない?かなり複雑だが、きちんと数えればこの中に10個の三角が隠れているぜ。一緒に数えてみよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ほんとだ、ちゃんと10個あったわ。複雑な問題ではなかったけど、あと一歩ひらめきが足りなかったわ。考えているだけでも、かなりの脳トレになっているはずだぞ。正解できなくても、気にせずチャレンジしていこう。6問目は、推理問題だ。密室殺人の謎を解こう。ワクワク。ある男がレンガで作られた建物の中で殺された。しかしこの建物に窓はなく、ドアは内側からしっかりと鍵をかけられていた。犯人が脱出した形跡はどこにもなく、地下からトンネルを掘って脱出したのでもない。犯人は一体どうやって脱出したのか?完全なる密室ね。うん。ヒントは、レンガで作られた建物はかなり簡素なものだということだ。あとは、実際にこのトリックを使ったら、かなり目立つと思うぞ。10秒、開始だ。わかった。犯人は男性を殺害した後、その上にレンガの家を作ったのね。素晴らしい、正解だぜ。やったー。ちょっと脳が柔らかくなってきたかも。続けてどんどん行こう。7問目は数字の問題だ。こちらも問題は単純。この図のハテナに入る数字を答えるだけだ。これは、メンサの入会試験にも使われた問題だ。あの天才集団、メンサで、答えられたら、私も天才集団の一員に。では、やってみよう。なるほど。こういう問題は見たことあるわ。なんか足したりかけたりすればいいのよね。左下は全部1ね。あとは、ダメだ、全然規則性が見つけられない。
ヒントは、上の2つの数字は足すんだ。足すのね。7足す6は13、5足す5は10、6足す8は14、9足す8は17。わかったわ、答えは7ね。素晴らしい、正解だ。霊夢、せっかくだから解説してくれ。任せて。上の2つの数字を足した答えの2桁の数字を分けたものが、下の数字になっているの。7足す6は13だから、下の段は、1と3。9足す8は17だから、下の段は1と7になる。つまり、ハテナは7になるってこと。大正解だ。うっふ。私も天才集団の仲間入りかしら。次の問題もどんと来いよ。8問目は、金貨と天秤という問題だ。1枚 100g の金貨が10枚入った袋が、10袋ある。しかしそのうちの1袋は、10枚とも、1枚 90g の金貨が入っている。どの袋に 90g の金貨が入っているか、1回だけ天秤を使って調べるにはどうすればいいか？ 1 回だけしか天秤を使っちゃいけないのか。うん。視聴者のみんなも頑張れー。100g の金貨10枚だと、1000g でしょ。90g の金貨10枚だと、900g。全部の袋を持ってみて、一番軽い袋を一か八かで天秤に乗せてみる。なるほど。確かに意外とわかるかもしれないな。でももっと確実にわかる方法があるぜ。正解は、各袋から金貨を取り出し、一遍に測る、だ。ただ、それぞれの袋から取り出す枚数を変えるんだ。1の袋からは1枚、2の袋からは2枚、3の袋からは3枚、という感じだ。全部 100g なら、かっこ、1たす2たす3たす4たす5たす6たす7たす8たす9たす10、かっこ閉じ、かける100で、5500g になる。実際は 90g の金貨が混じるから、5500g より少なくなるわね。その通りだぜ。5500g より何 g 少ないかで、どの袋の金貨が 90g かわかるんだ。例えば 50g 少なければ、5枚抜いた5の袋が 90g だった、ということになる。なるほど。そんな手があったとは。最後の問題は、タンク問題だ。この図を見てくれ。あ、サムネの問題ね。図のように1のタンクから水を入れたとき、一番初めに満タンになるのはどのタンクか、という問題だ。条件は2つある。1、すべてのタンク内の気圧は同じである。2、蛇口からタンク1に流れる水の量は、常に一定である。なるほど。条件は一定ということね。その通りだぜ。では10秒開始だ。まず1のタンクは、下の方に管があるから、水はたまらず2のタンクに行きそうよね。そして2のタンクも、下の方に管があるから、水はたまらず3のタンクに行きそうね。そして3のタンクは、4のタンクに繋がる管が、曲がっているわ。これじゃ水はスムーズに流れない気がするわ。一番最初に満タンになるのは、3のタンクじゃないかしら。霊夢、惜しいぜ。正解は、3と4のタンクが同時に一番最初に満タンになる、だ。この間の位置で、そんなことになるの？実際に見てみよう。霊夢の言った通り、まずは1のタンクから2のタンクへ。それから3のタンクへと水が流れていく。3のタンクに水が溜まってきた。やっぱり3が一番早く溜まりそうよ。この時点ではそうだな。水は4のタンクと接続された管の位置まで溜まり、そこで重力により、4のタンクは3のタンクと同じ高さまで水が溜まる。そして最後は同時に満タンになるんだ。詳しくは長くなってしまうから。気になる人はパスカルの連通感で調べてみてくれ。詳しい人がいたら、コメント欄での解説も大歓迎だぞ。今日は能力を試す問題を紹介したが、霊夢は何問できたか？私は9問中、3問しかできなかったわ。思ってたよりできなかった。さっきも言ったが、正解できなくても考えただけで脳は働いているぞ。霊夢、よく頑張ったな。へへ。今後もいろいろなクイズを探しておくから、また一緒に頑張ろう。視聴者のみんなは何問できた？コメント欄で教えてね。全問正解した猛者がいたか、楽しみだわ。じゃあ今日はこんなところで終わろうと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。